ああどうしよう、相撲部の勧誘頼まれてもうた。かわいそうやから OK したけど、安請け合いもほどほどにせな。ああ、夏希どうした、眉間にシワががっつり寄ってくぞ。ああ、たくみちょうどいいわ。ちょっとお願いがあるねんけど。え、何？その言いにくいねんけど。なんだよ、早く言えよ。一緒に相撲とかどう？一緒に相撲？うん、よければなんやけど。相撲っていきなりなんだよ。そのちょっといろいろ困ってて、人助けやと思ってお願い。なんだ、金にでも困ってるのか？いや、そんなこと急に言われても、そのいろいろまずいっていうか。まずいって何が？ほら、俺も一応男だし、そんな軽々しく相撲とか危ねえだろ。たくみやったら大丈夫やって。大丈夫ってお前、下手すりゃ裸の付き合いになるんだぞ。そんなん当たり前やん、毎日裸でぶつかり稽古や。え、いいのか？でも俺が本気になったらどうするんだよ、責任取れんのか？逆に本気じゃないと困るわ。知らなかった、夏希俺のこと好きだったのか。あ、たくみってつけたことある？あるわ、毎回ちゃんとつけてやってる。経験者なん？おう、まあほどほどにはな。うっそ、全然見えへん。そんな見た目して意外やわ。俺そんなに素人に見える？あれってさ、やっぱウォーミングアップの時からつけるもんな。いや、本番前にしかつけない。確かにすっごい長いから、つけたままやと大変そうやもんな。そこまで長くねえだろ、だいたい15くらいじゃないか。そうなんや、15メートルもあるんや。ねえよ、化け物じゃねえか。じゃあ、しこはできる？え、なんて？だからしこやん、しこしこ。お前、大丈夫か？あー、しこはできへんのかな。柔軟はどれくらいできるんやろ。たくみって体柔らかい？まあそこそこは。じゃあまた先できる？できねえよ、そこまでは柔らかくない。じゃあできるようなっといてな、怪我せんように必要やから。こいつ俺にどんなプレイを要求するつもりなんだ。でもよかった、たくみが OK してくれて、これで相撲部の勧誘一人成功や。それはいいけど、なんで俺なんだよ、他にもいろいろいただろう。まあ正直に言うと、男やったら誰でもよかって。お前見境ねえんだな。しゃあないやん、そんな選んでられへんし。じゃあ私次の相手探してくるから。え、俺だけじゃないの？あいつ俺と同棲したいんじゃなくてハーレムを作りたかったのか。やっぱあいつの部屋入るのやめとこう。